二人パパシェア。みなさんこんにちは、二人パパのみっつんです。今日の動画はスウェーデン的新春初売りセール。親子3人街へ飛び出しお買い物、ホームセンターにインテリアショップ、おもちゃ屋さんにミツパッパの試着室まで、そしてなんとこんな小さな街にできたヨーロッパ初の建物とは、300円の万願セットも出てきます。動画後半では購入品を一気にご紹介しますので、次回予告までお見逃しなく。それでは行きましょう、二人パパのスウェーデンの地方都市、物価が見える新春初売り。1月の土曜日、二人パパ家の3人は地元北スウェーデンルレオの市街地に向かっていました。クリスマス明けのセールがお目当て。日本の初売りみたいですよね。初めにやってきたのが図書館やコンサートホールなどが入る文化会館の目の前にあるこちら、オーリエンスと呼ばれる全国展開しているデパート。洋服、コスメ、子供服にインテリア、食器などの調理道具なんかもおしゃれなものが揃っています。先生見て見て、これピッピの調理道具あるよ。そしてこちらには人気の日本製品も。この佐竹というブランド、もともとは岐阜県関の包丁会社さんで、スウェーデンで売られ始めてもう30年近く経つんじゃないですかね。ストックホルムのオーリエンスだと何フロアもあるのですが、ルレオは控えめワンフロアです。そしてレジへ向かうと、並んでいる間にもセールの誘惑が。でもちょうど欲しかったものだったので買い物カゴに入れちゃいます。ここでいろいろ買ったのですが、今日買ったものは動画の後半で一気にご覧に入れますのでお楽しみに。そしてお次はスメージャンと呼ばれるショッピングセンター。ミツパッパの最初のお目当てはこのインテリアショップ。カーテンやクッション、ベッドカバーなど布系のものが多いのですが、家の中で快適に過ごすための小物やインテリアも多いお店。 70% オフの際に釣られて入ります。シーズンが終わったクリスマスグッズがセールになっているようです。ミツパッパもしっかりと 70% オフで手に入れましたよ。そして途中から別行動していたリカパッパと息子くんを探すと、どうやらこの本屋さんにいるみたい。ポストカードや文房具、ボードゲームやチーク玩具なども揃っています。さあ、二人は何を買ったんでしょうか。はじひた？うん。いや、メーダーメーダー。これでさ、コルテとくさ。Vi klarar det med påsen. Ja, vi tar det. 370. Ni ser det? これ買ったの？これは本の5本の読んだら、うん、ラスボリアマーケットもらう。あ、OK。それはトーブランでつける。あは。本屋を出ると上の階のホームセンターへ。全国チェーンのクラスオールソンはキッチン用品やお掃除グッズ、文房具や簡単な家電、手軽な DIY グッズまでが揃うお店。お目当てのものがなくてもなんか来たくなっちゃう感じのお店です。日本で例えるとどんなお店だろう。今日リカパパはいくつか欲しいものがあるみたい。リカ、なんか探してる。すごいよこれ、すごいよこれ、サンプキーの。あー、いいね。であとさ、俺のデスクのさ、隣にコンセントつけてほしいんだけど、あの上の高さに。Add an frost guard. That's what man can do. Ah, 水道管が破裂しないようにってやつか。これロゴがある。すごい。そんな綺麗。スクラムだ。マグセットインメルシーだ。何？何言ってるそんな。イクリスマスヨーロレンなんだ。何の話？何を興奮してるのそんなに？スクリーン。あは、欲しいの。何をプリントする？これがグレイエ。でもステッピーなストーセフルスカム、フルスカム、フルスカムのトリガーディスクリーは。リカパパは多分あのキッチンのシンクの裏にトレイをプリント。ああ、確かにね。でもそんなにめちゃくちゃ高くないんだね、3D プリンターって。もう。もちろん高いけど。まあ安くなってるしいいんじゃないじゃん。同じやつでしょ、今あるやつと。今あるやつと。スカビゴエーター。あ、でソフィングでいい。もう自分の本買ったからもう用済みって感じだね君。
ということで、まだまだお買い物は続きますが、一旦ランチへ向かいます。息子くんがお気に入りのバーガー屋さんです。まだまだ張り詰めた冷たい空気が立ち込める中、ランチに向かったのはこちらのお店。ショッピングという名前のショッピングセンター1階にあるバスタードバーガー。このルレを発祥で、今やスウェーデン全国のみならずニューヨークにまで進出したおしゃれストリート風バーガーチェーン。全体的にお値段が張るメニューですが、お肉の味も本当に美味しく、ビールも飲めちゃうのがパッパたちには嬉しいお店。お腹ペコペコな息子くん、待ちきれない様子です。どうしてマークはどこ？あの緑のところ、テレビがあるでしょ。僕たちがどこ？あそこが1335になったらパパたちの番です。Yes! どう、このポンメスが一番好きなんだっけ、君？美味しそう。いただきます。息子くんはケチャップだけのキッズバーガーセット、リカパッパはニューヨークというメニュー、辛いもの好きのミツパッパは低生成ベイというポテトの上にパティと溶けたチーズやオニオン、ハラペーニョが乗っているもの。うまい。ちなみにこのバーガー屋さんが入っている建物、1955年にオープンしたヨーロッパ初とされる屋内型ショッピングセンターなんです。イギリス出身でスウェーデンでも活躍したラルフ・アースキンが設計。港町ルレオに合わせたのか、船をモチーフにしたと言われていて、個性あふれる建築物となっています。余談ですが、この階段を登ったところにあるカフェレストラン、実はミツパッパが以前働いてたところなんですよ。このカフェについてはまたいつか別の動画でご紹介できたらなと思っています。ランチを終え外に出ると、息子くんがなんかブツブツ言っています。え、まだまだ買い物行くよ、これから。なんで？何が？なんでこんなにいっぱいの買い物昨日しなかったの？今レイヤーだから。1000円だから、疲れてきた様子の息子くん、ちょっとだけご機嫌を取るためにやってきたのはこのレキヤというお店。何のお店かお気づきですか？ちょっとだけ疲れてきた様子の息子くんを連れやってきたのはこのレキヤというお店。レイカというのはスウェーデン語で遊ぶという意味。このエスカレーターを上がると、そこはおもちゃ屋さん。さっきまでの疲れはどこへやら。息子くんだけでなく、リカパッパもなんだか目を輝かせています。これリカパッパの子供の頃のリンドレゴ、スペースレゴのデザイン。あはー、クラシックなのね。とすごいクラシックなの。このグッペ、え、何？18歳以上なの？それ18歳以上、それは冗談だよ、冗談。ていうかさ、あなたが欲しかったでしょ。すごいね、このスペース。これがいいんじゃないか。いやー、4人も入る。すごいレストラン。そして2人が盛り上がっている間に、ミツパッパは今日の本命、行きつけの洋服屋さんへ。ルレオは大きい町ではないので、東京のようにあまり選択肢がないのですが、最初のショッピングセンター、スメージャンに戻ります。ミツパッパはいつもこのボルトというお店で買い物するんです。でも土曜日は閉店時間が午後4時。セール品を中心に良さげなやつをどんどん取って試着室へと駆け込みます。ちゃちゃっと決めて、ささっとお会計を済ませ、リカパッパたちと合流。すごい。そうね、まあ俺のものしかないけど。そろそろ帰ろうとした時、息子くんおトイレ行きたいって。なので駐車場近くのホテルのロビーのお手洗いを借りることに。ソファーに座って待っていると、いつの間にか出てきていた息子くんがフロントの人に話しかけています。そんなこと話しに行くなんてと、僕もちょっとびっくりしてしまいましたが、そうなんです。先日募集した2人パパに会いに行こう北スウェーデンの旅7日間のルレオでの宿泊先がこのホテルなんです。
でも多分フロントのお姉さんは何のことか意味分かってなかったと思います。その後車に乗り込むとお家へ向かいました。この後は今日のセールの収穫をご覧に入れます。ということで、お互いに何を買ったかまだ知らなかったりするので、ここで一緒に見てみたいと思います。多分ね、3つパックの方がいっぱい買ってたかな。これリカのこれ全部に使うんです。まあ一緒に来てもいいけど、リカパックは何買ったかな。一番最初なんですよ、オレンジ。あ、これはプラトールソンで買ったね。ちょっとこれは外に火つけるやつ。うん、来週お客さん来るからちょうどいいかな。ああそう、うん、あのそもうほら大体いつもさクリスマスにみんなつけるから、今もうレアになってたね。レカボブ、これ何買ったの。忍者半額の子供のゲーム、これ息子くんに。これはナンバー忍者っていう、ナンバー忍者、忍者じゃなくて忍者、うん、349クローナが半額で、はい、これオールテラプタル、ワールドパイロット見た感じ全く一緒だけどね、うん、あ、じゃあこれはパイレーツ、海賊だけどアルファベットが、アルファベットとか、うん、プライスもあったらしいな。あ、いいゲームだ。なるほどね。あとちなみにこれオレンスのレジの隣のところにあったから買いました。ミスパパがいつも履いてる靴下はハッピーソックスっていうスウェーデンの靴下です、うん、ドットドットドット、そうだね。でもドットだけじゃない、でもこれ多分7種類ぐらい入ってて、7つ入ってて多分700クローナぐらい、750クローナぐらいだったやつが399クローナになってた、うん、まあまあお買い得かなと、うん、これ息子くんあー、本屋さん行ってたね。本屋さん行ってた、うん、あ、なんかカードもらってたんだよね、うん、これマインクラフトの本、ね、いろんなやり方とか知ってた私に、うん、3冊買って、でも2冊の値段を払う。342これはあのなんか簡単で読める、子供のため、うん、息子くんが自分で選んだ。あ、それいいね。じゃ次、メスパパは一人でちょちょっと、二人がまだバーガー屋さんにいる間に買いに行きました。これ実はレアじゃなかったんですけど、でもあのジムバッグがずっと欲しいと思ってて、あんまり大きくないやつ、うん、でサイズもちょうどいいし、メスパパ結構四角の形が好きなので、このアディダスのジムバッグ、スポーツバッグを買いました。うん、あんまり大きいなんかロゴが入ってるの好きじゃないんだけど、でもまあ形がいいし、あと大きさもそんな大きくないからちょうどいいなと思って。ちなみにこれ299、うん、まあ結構よくない、これでウィーケンド、そう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 、そういう時にちょうどいいなと思って。俺いつもリュックサックにさやるんだけど、リュックサックさほら割とこうドキュメント入れるようなやつだから、バックパックが、うん、あのタオルとかこうモコモコしてるのが入りにくいんだよね。そうだ、あのこれ、メガバッグ大きいの。そうね、これももともといくらだったっけ、これ。それやまあ25%オフ。この巻きを、巻きをね置くやつ、外に置くんだよね。これは外で置く。さあ、じゃあ次ヘルテックス、これあのクリスマスの商品が全部安くなってて 70% オフだと思う。あ、これクリスマスだよ。そう、あ、そうだよ、ちょっとクリスマスのランチョンマット、まあクリスマスじゃない時も使ってもいいかなみたいな、あのなんかデザインなんだけど、別に雪のさスノーフレークのマークとかないから、うん、これとか全然使える感じなんだけど、でこれはテーブルクロス、うん、緑の。でテーブルクロスとか高いじゃん結構。そうね、だからあのちょうど 70% オフでいいなと思って。これいくらだったかな、500の 70% オフ、150、うん、だから2000円弱、うん、円にすると結構なんかお得な感じ。すごいね、クリスマスが終わったばっかりで、あのクリスマスのもののセールスでダイナのカメラを買った。すごい、うん、
私あのクリスマスの飾り付けのやつも確かレアで買ってる。レアで買った。うん。来年覚えとかないといけない、これがあると。そうね。まあ、でもこれ別にどっちも一緒に使うとすごいクリスマスになるけど、別々で使ったら別に特別クリスマス感があるかもしれないから、それもいいなと。うち結構ランチョンマットは布ですぐ洗えるようなやつばっかり使ってるから。これ別にセールじゃなかったけどね。これリカパパにつけてもらった。電気関係はいつもリカパパ。そして私のお洋服。いっぱい。ポロシャツ。ライアンスコットのイギリスの30%。もしリカパパ着たかったら言っていい。リカパパポロシャツ好きだよ。うん、好き好き。なんかあんまポロシャツ好きじゃないんだけど、この色はすごいいいなと思って。なんかちょっとびっくりしてます。実はポルシャ好きじゃないもんね。まあでも多分俺があんま着なくなってもリカが着るだろうなと思ってこれにしました。これ T シャツ、ね、これ T シャツ。あ、さっきのポロシャツは確か 30% オフだったかな。600クローナの 30%。 これは500の 30% オフかな。これは999、うん、でもレアじゃなかったのよ。これはレアじゃなかった。これはレアじゃなかったんだけど、これともう一つの似たやつでもうちょっと安くてしかもレアになってるやつがあったんだけど、うん、着たら全然こっちの方が形が良くてこれにしました。うん、なんかありそうな。そういうこと言わない。いつも同じようなものばっか買っちゃうんだって。あなたもそうでしょ。これもね、もう緑のやつ持ってるんだよね俺、うん、こうオンラインの講演会とかするときって結構襟のついたもの一応着ようかなと。まあそんなので、あとこれも 70% オフの最近見つかった好きなパンツ。このパンツが2枚入りで300だったんだけど、オリジナルの値段が 70% オフなので、うん、2枚で99万。うん、安いね。安いよね。うん、そうそうそう。でも結構あの履き心地がいいので、ちょっとブリーフは初めてだけどちょっと試しに履いてみようと思います。そうということで、うん、今日のお買い物はおしまいです。じゃあ今日はゲームをやりましょうか。ゲームやるの、うん、ナンバー忍者。もう眠いんだけど。はいどう。さーて来週の二人パパは？パーマンじゃない方の三尾です。最近は燃料価格の高騰で電気代が高騰してるってよくニュースになってますよね。しかも僕らが住んでいるところは冬はマイナス25°C にもなっちゃう極寒の地。よくコメントでも薄着ですねって言われることが多いぐらいお家はあったか。でもそのお部屋どうやって温めてるか気になりませんか？そしてその暖房費気になりませんか？ということで次回はセントラルヒーティングは神、スウェーデンと京都の知られざる関係、マイナス25度の暖房費の3本です。次回もまた見てくださいね。Sten, sax, påse, vad blir det? へへへ。これは後ろのヤス。2人パパ。